大丈夫？みんな。なんとか。よかった。全員無事で。うん。ここは本物の屋上みたいだね。装置は止まってる。世界の再構築はどうなったんでしょうか。少なくとも思いを一つにまとめることはできた。あとは待つのみということですか。この世界とももうお別れなんですね。あ、青ちん、どうしたの？ねえゆず、雫世界に残された時間ってあとどれくらいなのかな。わかんないけど、もって一日かな。一日か、何日も何日もこの世界で過ごしてきたからさ、そう思うと一日って短いね。うん、私ギリギリまでこの世界で過ごしたい。いろんなものを作ったり遊んだり、長い間みんなと一緒に過ごして愛着も湧いちゃった。でもこれが最後の一日、誰と一緒に過ごそうかな。やりたいこと？うん、私たちは私たちの思いを使って世界を再構築しようとしてるでしょ。ってことは今のうちにこれしたいっていろいろ考えておけばその通りになるかもって。だから心のやりたいこと教えてよ。なるほど、そういうことならたくさんあるよ。例えば、青ちゃんと一緒に食べ歩きしたい、映画を見に行きたい、あとはお家に遊びに行きたいな。私ばっかだね。え？あ、いや、私と一緒にしたいこととかそういうのばっかりだなって思って。ごめん、思いついたのがそればっかりで。ううん、謝らないで。嬉しいな、心がそうやって考えてくれて嬉しい。青ちゃん、でも私の家面白いものとか何もないよ。いいんだよ、青ちゃんのお家なのが重要なんだから。そういうもんかな。そういうもんだよ。青ちゃんは他にしたいことはある？そうだな、一緒にお買い物に行って服を見たり、休みの日には少し遠くまで出かけてみたり、そんな何でもない日常が過ごせたらいいね。きっとできるよ。どれだけ離れていても私たちは思いでつながってるから。うん、次の世界でもきっとまた出会えるよね。うん、きっと。
思い残すことはないかな。うん、いよいよお別れだね、この世界とも。もし成功すれば私たちは平和な暮らしに戻れるんだよね。ひよりさんでもやっぱり不安？うまくいくって信じてる、信じてるけど、でもやっぱり不安だよ。肺がなくなれば、肺さえなければ私だって生きられるはずなんだ。でもそんな簡単な話なのかって疑ってる自分もいる。うん、それにここでの生活も元の世界での思い出もなくなっちゃうなんて。望む通りの世界が再構築されるとは限らない。それに再構築後の世界でもまた同じような人生を送れる保証もない。もしかすると元の世界の友人と新しい世界では友人になれないかもしれない。クノさん、もし私が新しい世界で生きていけるとしても、皆さんとは出会わない方がいいでしょうね。まだそんなこと言ってるの？何にも気にしてないのに。私が気にするんです。あおちゃん、何か考えてる？ああ、確かに私も不安だなって思う。でもそれと同じくらい期待もしてる。期待？なんだろう、ふわっとしてるんだけど、飽きるほど聞いたセミの声も、毎日変わり映えのしない通学路も、嫌だった補習も、ずっと退屈だと思ってたあの世界だって、きっと今なら輝いて見えると思うんだ。だから楽しみ。私はそう思ってるよ。あおちゃん、うん、きっとそうだね。世界の終焉。結局最後まであおちゃんに助けられちゃった。そうですね、今の私たちがいるのは星崎さんのおかげです。青がいなければできなかったことがたくさんある。私はあんまりその実感はないんだけどね。それでもうのです。ありがとう青ちゃん。心、私こそだよ。私この世界に来てからずっと考えてた。こんな平凡な私に何ができるんだろうって。柄にもなくリーダーなんかやっちゃったりしてさ。こんな私だからやっぱり大失敗もしちゃったりして、それでもここまで来れたのはみんなのおかげ。みんなが支えてくれたから私は今ここに立ってる。みんなと出会ってこの世界を回っていろんな記憶を見て、みんなの大切を知って、そうしてたくさんの思いに触れて、私は多分退屈な毎日を過ごしてた頃とは違う自分になれたんだ。私何かできたのかな。
なに何か返せたのかな。たくさんもらったよ。青が思うよりずっとたくさん。星崎さんがいたから私たちはつながれたんです。青ちゃんからもらった思いで私たちはつながって結ばれてるんだよ。みんなありがとう。これが本当の最後。気づけばあっという間の夏休みだった。でも私たちは結ばれてる。私たちがそれぞれの日常に戻ったとしてもそれだけは絶対に変わらない。だから怖くない。Thank you.
ブルーリフレクション。